イルスが弱ってるよ。さあ、ペシペシ行くんだ。どうなったの神は。あ、みんなめっちゃ探しよる、めっちゃ探しよる。え、でも船の方行ったんじゃないの？え、てか、あの状況からならさ、そんなに。え、あそこを、追っていけばよかったんじゃないの？船着き場、ここ。ここまで来ればもう大丈夫よ。みんな怪我がないみたいでよかったわ。何が大丈夫なんだ？でも、神様が捕まってしまいました。今頃一体どんな目に。大丈夫よ、セイニちゃん。あの神ちゃんがそう簡単にどうにかなるわけないじゃない。それにしても、わけわかんないわね。悪魔の子のアイナちゃんが、邪悪の神ちゃんを倒すってどういうこと？アイナ様は、デルカタール王国から技を及ぶ悪魔の子という汚名を着せられ、追われながら旅をしているのです。もうそういうのはね、仲間になる前に言っといてあげんと、追われてるのってなるやん。シルビア様にはいずれ、きちんとお話しするつもりだったのですが、巻き込んでしまってすみません。いやあね、そんなこと気にしないわ。初めからアイナちゃんは悪い子じゃないって分かっていたもの。シルビアさん。そんなことより、今度はこっちから動くわよ。へえ、またしてもなんかこういう、くぐり抜けながら、かいくぐりながら行く感じですか。街の中は兵士ちゃんたちでいっぱいね。でも建物の中を通り抜けながら進めば、無駄な争いを避けられるはずよ。まずは街の真ん中にある大きな橋の上から、神ちゃんの様子を探ってみましょう。橋には宿屋から屋根伝いに行けるわよ。宿屋から屋根伝いに。はっ。ほっ。てや。はぁ。行けなくね。え、なになになに、いけなくね。はぁ。あ、これ屋根。はっ。え、違う。はぁ。違う。いやー、兵士たちめっちゃいるんですけど。兵士たちめっちゃいるんですけど、なになになに、屋根ってどれよ。はぁ、なんだなんだなんだ、こっちから、とか。いやー、そこにもいるぞ。早くあっち行けよ。なに、同じ場所にいるの？歩かないの？無駄な争いってことは多分、こうばったり会ってしまったとしても戦闘をして勝てば進めるんやと思うんよね。どの程度ならバレないのかがわかんないんだけど。いやいやいや、気づかれましたけど。何あいつバカなの？後ろ振り向いたら、ああ！何、どこに行けって？橋の上から、あの真ん中の橋から、どこだ？こっちか、こっちか、こっちだな。もう強行突破で行くしかなくね？え、この上？上じゃない。なんなの、バカなの？いやー、見つかったー。あ、ですよねー。ですよねー。くそ。いや、しかし、さっきよりも人数多いから。てか、近くね。毎回思うんやけど、戦闘の時近いって距離感。ペシペシって。普通になんか縛って寄るみたいな。すげえ、口から炎。さすが旅芸人やね。デキラマ。おし。ふぅ。さあ、そして、なんなの、結局、どう行けばよろしいのよ。とりあえず、あっこの兵士はもうやっつけたわけやんか。めっちゃ通せんぼされてない？ここは通さないぞ。待て、この町は僕が守るんだ。ここは絶対に通さないぞ。はぁ、通せや。で、通せや。何？神はどこにいるのよ。うるさいよ、君。神らしきやつは別にいないんだけど。とりあえず。はい、後ろ通りまーす。後ろを通って、目的地がいまいちよく分かってないよね。ダーハルーネの街の真ん中にある橋に行けないんですけど、向こう側から回れってことか。あ、なるほどね。向こう側に回るのはいいんだけど、あっこ誰か守っとんよね。兵士の居場所とかは別に書かれてないんか。まあ、さすがにそれは書かれてないか。さあ、そんじゃあ、確実に無理だろ。確実に無理だろ。誰にも見つからずにっていうのはいけるの？屋根伝い。どうやって屋根伝っていく？あ、宿屋からって言ったっけ？宿屋はどれ？宿屋、あっちか。こいつは一体何を見張ってんのよ。何も見張ってないよね。宿屋向こう側じゃね？宿屋向こう側じゃね？はい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 。はい、やめて、来ないで。はい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 。こう来ました。追ってきてない。うわ、来ないで来ないで来ないで。こっち来る？もしや来る？お、来ないぞ。いやー、ピキンピキン。あは、めっちゃ見つかった。ちょ待って、これってさ、この戦闘が終わってもさ、他のやつがビキーンってくるんじゃないの？他のやつがビキーンってくるんじゃないの？ちょっと。様子を伺っている。伺わなくていいよ。さあ、来い来い、やっつけてやる。ピシピシ。意外とセイニャのあの攻撃で普通にやっつけれるんよね。弱くね？セイニャだいぶ弱いと思うんやけど、攻撃。後のメンバーは強いとしても、ね。あ、何？今ので全員一掃できたの？やったやん、強、私。あいつは気づいてないよね。バカだな。よいしょ。さあ、行け行け、ゴーゴー。宿屋は。これだね。おし。ふう。建物の中までは、追っては来ていない。オッケー。宿屋とか言いよったっけ？ちょっと今更思ったんやけど。なんか普通にさ、建物の中を通ってとしか言わんかったような気も。いや、宿屋。そしてあえての目立つ行動。ここからどうやって、いけるのか？あ、これは、これ。お、いける。さあ、これで、これ超目立つことない？下から見よったら確実に超目立つよね。綱渡りやってる人とか。あ、宝箱ある、やった。はーい。もらっていきます。魔法の聖水を見つけた。そして、お、こっちに行けるか？はい。行きまーす。ふぅ。やっとちょっといい感じに。やっとちょっといい感じになってきたぞ。あ、ここもう真ん中の橋のとこじゃない？ね。21ゴールドもゲットしたところだし。はい、真ん中の橋到着。さあ、神は。ああ、そこにいるの？姿を現したまえ、悪魔の子は歩みなよ。町のどっかに潜んでいることなど私には分かっている。町のど真ん中にいますが、早く出てこなければこの者の命私がもらい受けるぞ。あの軍人ちゃんってば気が短いわね。早く行かないと神ちゃんが危ないけど、正面突破は分が悪いし。そうだわ。北西のゴンドラ乗り場からステージの裏手に回れる通路があったはずよ。そこを通ってステージに近づきましょう。北西のゴンドラ乗り場。こっから飛び降りて町の水路沿いにあるゴンドラを使えばそこに行けるはずよ。さあ、神ちゃんを助けに行くわよ。あれ？あれに乗り込むの？ここからどう飛び降りるんだい？これかい？は、飛び降りれませんけど。あ、そこから飛び降りれるの？はい、行きまーす。へえ。ちょ、待って。どこへ行けと？ここは橋の下。はい、橋の下です。めっちゃおるぞ、なんかいろいろと。はーい、渡りまーす。あれだな。あそこに行けばいいんだな。はい。何やってんのあれ。談笑してる場合じゃないでしょう。サボってますよ、ここの人たち。はい。何人乗りこれいけるの？一人。他のメンバーは。あ、一人一台ずつ乗ってます。これでこっちかな。こっちに行けばよろしいのかな。裏側って言ったよね。え、ステージの裏側。え、兵士いますよね、あれ。あれ、思いっきり兵士だよね。ちょ、待って、どこに行けばいいの？これ違うよね。あ、ここで降りればいいってことかな？はい、降ります。そして、あ、これで裏側に、ステージの裏側に行くことができると、いうことっすかね。なんかこの辺すげえうわ、なんだ、ネズミ。あ、この辺のタルコは、捨てたけど別に何も。タルを踏み潰せるってすげえな。何やってんのおじさん。むにゃむにゃ悪魔の子め。あー、なんだあんたは。うわー悪魔の子。ここは通さねえぞ。酔っ払いだろお前ただの。何やってんだよ、ほんと。別にそこ通れなくってもいいよ、こっち通るから。ほい、ステージの裏側。ここからひっそり、見えてるよね。確実に見えてるよね。まだ見つからないのか役立たずどもね。この雑魚の見張りなど私一人でいいから、もう一度アイナを探してこい。この雑魚って。アイナちゃん、チャンスよ。今のうちにあの軍人ちゃんを倒して、神ちゃんを助けましょう。よし。倒せるのか。おお。貴様らいつの間にこんなところまで。間抜けか。ちょろちょろと目障りなネズミどもめ。悪魔の小諸とも、私一人で型をつけてくれるわ。よし、頑張ろうみんな。ホメロスが現れた。さあ、行くよ。逃げられないよ。軍人さん、どんなもんでしょう。いけみんな。弱いよ、せいにゃ弱いよ。お、ありがとう。やめてよー。ガードしないでよー。こっちがせっかく攻撃力を上げていってるというのに。お、ありがとう、せいにゃ。回復してくれて。呪文耐性が上がってもね、多分向こう、思いっきり剣でやってくると思うんだ。そう言ったら早々に魔法で攻撃してきたわ。ありがとう、ベロニカ。こういう時のためなのね。さあ、相手の体力が見えないからどんなもんだかよくわからないけれども。みんな頑張っていくよ。いやー、呪文を封じ込められたなんてこと。え、ってことは回復呪文も使えないということ。もしやちょ待って、あーやっぱり回復呪文も使えないということは、ちょっと条約層でベロニカが危ないから。はいキラーン。呪文使ってんじゃん。それは違うの？呪文じゃないの？弱いよシルビア、弱いよ。うお、暴走すんなし。しかし武器ガード率が下がった今。どうよ。めっちゃいい感じじゃない？お、弱ってる。ホメロスが弱ってるよ。さあ、ペシペシ行くんだ。いけいけいけ。ここはもう、私とベロニカの活躍が。いけい。ダメだ。いけ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 。おお、まさかのそことどめですか。しかも17とかいう。お、シルビアレベル16。いいね、いいね。やっつけちゃったよ。全然強くないじゃないの。この私に膝をつかせるとは。さあ、神無事か。神様ご無事ですか？今お助けいたします。溶ける？おー、無事。助け出せたわ。うわー、来たよ。いっぱい来たよ。悪魔のガエルとその一味目。よくもホメロス様を。さあ、一旦引き返せよ。私を倒しても何も変わらぬ。貴様らはここで囚われる運命なのだ。え？いや、きっと何かが、飛び込むの？お、何どうしたの？何を見つけた？みんな安心して。もう大丈夫よ。何？飛び込みましたけど。ドックが開いたってこと？ここで仲間に逃げられるとはな。あゆなよ。貴様の仲間など所詮はその程度のつながりだということ。ずいぶん手間を取らされたが、今宵の勝負もここでおしまいだ。ここでおとなしく私に捕まるか、海に落ちてサメの餌になるか、今ここで選ぶがよい。ホメロス様、あれをご覧ください。なんだお、やっぱり船が出すことができたのか。やったじゃないか。かっこいいわ。みんなお待たせ。シルビア号のお迎えよ。てか、びしょびしょになってない？バシャっつったのに。アリスちゃん、あれが私の仲間たちよ。あの鳩場、スレスレに走ってちょうだい。アリスちゃん、そんな可愛いやつじゃないやろ。ガッテン。何その名前、可愛すぎだろ。さあ、みんな飛び乗って。おー、やったね。うおー。まぬけ。ああ、ベロニカ。じゃあね、ホメロスちゃん。今宵のショーはなかなか楽しかったわ。アデュー。イエーイ。で、落ちた奴は助け出したのかい？どうしましょう、ホメロス様。このままでは奴らに逃げられてしまいます。ふん。薄汚いドブネズミどもが、このホメロスから逃げられると思うなよ。やられたくせに何を偉そうに。今回は、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。